嘘シリーズは、メディアファクトリー MF 文庫 J より刊行されている、清水まり子による日本のライトノベル。イラストはtoi8が担当。全3巻で、世界観を共有しているものの各巻の内容はほぼ、独立しておりストーリー上の関連性はない。2002年11月初版 ISBN 9兆7848億4010万6740主人公、義行は自分のカバンに見覚えのない本が入っていることに気づく。その本は一部のページを除いて真っ白だが、ノートではなさそうだった。不審に思う義行の前に突如として現れた少女、ミドはその本がある演劇の脚本で、真っ白なページの中身はカタカタに散らばり、今も誰かが持っているはずだというのだが、2003年10月初版 ISBN 9兆7848億4010万8867、慶中学の2年生、浅井操は、国語の授業で苦手な作文の音読をさせられ、ブルーな気分のまま下校時間を迎える。ところが、操の作文が欲しいという謎の美少女。上取聡那が現れ、やがて操は、聡那とある、伝説、そして、魔女をめぐる騒動に巻き込まれていく。2006年3月初版 ISBN 9兆7848億4011万5032慶中学の2年生、早川真希夫は、ある日、運命の相手を見つける占いをさせられ、誰もいるはずのない学校の裏庭へ向かう。そこには、美人だが近寄りがたい印象の同級生、中山莉愛が立っていた。それ以来、莉愛は、真夫たちのグループに加わり騒動を起こして、真夫たちを振り回すようになる。ありがとうございます。